皆さんこんにちは、アレです。今日の動画では横塚を正確を表す言葉について話したいと思います。じゃあ今日の言葉はマゾヒストという言葉ですね。じゃあイタリア語でなんていうの。日常会話だと男性だったら lui è masochista、 lui è masochista、 または lui è un masochista もできますよ。 lui è un masochista、 どっちを使ってもいいですよ。女性だったら lei è masochista、 または lei è una masochista になりますね。もっとシンプルに伝えるとしたら、lui または lei è una persona masochista。 皆さんイタリア語の勉強頑張ってくださいね。では次の動画でお会いしましょう。またね。